僕はちょっときつねうどんには結構うるさかったんで、はい、いや本当あの8年ご一緒しててこんなに料理に口出ししてくるの初めてだってぐらい、これうどんどこだ埼玉かな、あの京都のさ、あの店のさ、いやこれマスター京都の人じゃないでっていうお揚げはどこっす、これ製造のなんか工場とかも見られてね、すごいきつねうどんに思い入れがあるなっていうのは要するにコシのあるうどんっていうのは僕らはうどんって言わないんですよね、うん、コシにあのうどんにコシがあっちゃいけないんですね伊勢うどん以上讃岐うどん未満みたいなのがうどん、はい、でこれあのいろいろあってですね、あのカレーのあれは出てますけど、はい、あのカレーラーメン出てますけど、カレーうどんとかになってくると京都なんかでは豚肉入れるのもあるんですけど、刻みを入れる場合があるんですよね、これがまたうまいんですよねカレーうどんはい、いやちょっと関係ないですけど一時凝ったんで五色納豆っていうのがあって、納豆は納豆なんですけども、そこに粘り気のあるものを5つぐらいぶち込むんですけど、同時にあのモロヘイヤだとかオクラタだとかメコンブだとか、それでホウキの実っていうんだっけ、あの和製キャビアとかいうやつあれを入れたりとかして、とりあえずネバネバにして納豆と一緒にこう混ぜるんですけど、それ痛く凝ってる時ありまして、あの北海道であの知り合いの牧場でそれ朝用意しろって言って、あのその方は納豆大の苦手だったんですけど、五色納豆だったら食べられるって言って食べたんですけども、奥さんがあんなに納豆嫌いなのに小林さんの納豆だったら食べられるのねっていうへそを曲げて、しばらく経ったらその方たち離婚しちゃいまして思い出っていうあのあまりいいことしなかったのかもしれないんですけどあの、まあ、その方は後に幸せな再婚されてるんですけど、よかったです